オッツパークとは、ソフトバンクグループ SB プレイヤーズの子会社である、オッツパーク株式会社が運営している、公営競技総合サービスサイトである。全国10主催者、11の地方競馬場の勝ち馬投票権、全競輪場の勝者投票権、全オートレース場の勝ち車投票権の購入を、インターネット、携帯電話を通じて行っているほか、北海道競馬を除く、 地方競馬旧主催者の競争映像を配信している。本校では、オッツパークが発売している、手芸活式投票のオッツパークロートについても記述する。もともと地方競馬全国協会の関連会社である、日本レーシングサービスが運営していた D ネットを、オッツパーク株式会社に移行し、ソフトバンクが100%出資した、ソフトバンクプレイヤーズが、オッツパークの 全株式を取得することで2005年12月27日に D ネットの運営権を取得したことを発表した2006年4月2日には地方競馬総合サービスサイトオッツパークをオープン D ネットを拡充してオッツを見ながらの投票などが可能となったしばらくは従来の D ネットサービスがそのまま残っていたが2008年4月にオッツパークに一本化し D ネット投票会員は、オッツパーク投票会員に移行することとなった。当初は、岩手、笠松、佐賀、荒尾の4主催者の発売を開始。同年7月1日には7主催者が加わり、北海道競馬を除く11主催者の馬券の購入が可能となった。旧来の D ネットシステムは、その後廃止となっている。北海道競馬の馬券購入は、オッツパークのシステム 廃止の危機にあったバンエイ競馬への支援を目的とした、子会社のオッズパーク、バンエイ、マネジメント株式会社が運営に係る一部業務を2011年度まで受託している。2012年度は条件面で帯広市と折り合わず、契約を更新しないことになった。また、オッズパークロートとして、シゲカ式投票券の発売を開始し、競輪、 オートレースの手芸活式投票券も発売を開始して参入したほか、競輪の通常化形式発売開始するなど、地方競馬、競輪、オートレースを包括してカバーする公営競技投票券発売サービスとして事業展開している。2010年1月8日より、手芸活式投票にあたる50商単商式のオッツパークロートの発売を開始した。 当初は2009年10月より開始の予定であったが、システム導入の過程で重大な障害が発生し、PC においては断続的に1週間、携帯電話においては2週間、一切の馬券購入などが行えなくなった。また、復旧直後の10月8日には別のシステム障害により、そのだけ馬場の一部レースの購入馬券が無効となり、 障害発生後のレースの発売が中止される事態となった。バンエイ競馬が最初に発売を開始したのに続き、発売する主催者は順次拡大した。同年7月30日より、青森競輪場のレースを対象とした、重勝式投票券の発売を開始し、2011年4月13日より、オートレースを対象とした、重ゲ式投票券を発売開始している。方式は、 セレクト投票とランダム投票に分かれているが、地方競馬は2013年4月12日より、佐賀競馬場を除きすべてセレクト投票に変更されている。セレクト71日のうち最終競争から数えて、連続する7競争の勝者を予想する、70勝単勝式。発売は100円単位。買い目は自分で指定する。キャリーオーバー制を採用しており、 払い戻し金の上限額は、競馬が2億円、競輪が6億円。ランダム7ついたちのうち最終競争から数えて、連続する7競争の勝者を予想する、7重賞単賞式。発売は200円単位。買い目はコンピュータが無作為に、裁判。キャリーオーバー制を採用しており、払い戻し金の上限額は12億円。 セレクト5モトロトミに1日のうち最終競争から数えて連続する5競争の勝者を予想する50勝単勝式。発売は100円単位。回目は自分で指定する。キャリーオーバー制を採用しており、払い戻し金の上限額は競馬が2億円、競輪とモトロトミには6億円。モトロトビッグ1日のうち最終競争から数えて、 連続する4競争の1着と2着を着順通りに予想する、よえ、活字連勝短式。発売は100円単位。買い目はコンピュータが無作為に裁判し、購入確定前に買い目を確認することはできない。キャリーオーバー制を採用しており、払い戻し金の上限額は6億円。ランダム5つ日のうち最終競争から数えて、連続する5競争の勝者を予想する。 五重賞単賞式。発売は100円単位。買い目はコンピュータが無作為に、裁判。キャリーオーバー制を採用しており、払い戻し金の上限額は2億円。は、キャリーオーバー共有方式での発売となる。荒尾競馬場は2011年12月23日、福山競馬場は2013年3月24日を、もって、本場開催が廃止されるまで。 全サービスを行っていた。ただしオッズパークロートのみ廃止に先立ち、荒尾は2011年11月25日、福山は2013年2月2日にキャリーオーバーが例になった時点で発売終了となった。南関東公営競馬は独自の在宅投票システムを導入しているため参加していない。ただし、ダートグレード競争に限り D ネットで購入することができる。 佐賀競馬場では指定7レースの一着を当てる地方競馬発の 7A 賞が2012年5月12日から採用予定だったがサイトのリニューアルがサーバートラブルにより遅れたため一時向き延期となったものの2012年5月26日開催後により発売を開始した競輪ではオッツパークロート及びオッツパーク競輪として発売される 観音寺競輪場と市の宮競輪場は本場開催が廃止されるまで及びオッズパーク競輪で販売していた。オッズパークロートとしてはセレクト式の50小単章,章式モトロとミニとランダム式のヨエ小2連章端式モトロとビッグを発売。伊勢崎市が管理志向者として対象のオートレース場を指定する方式のためオートレースは1日市場のみの発売となる。 2013年4月25日の開催より通常、駆け式の車検もオッツパークオートレースとして購入できるようになった。なお船橋オートレース場は同年6月10日の開催からの発売となり、浜松オートレース場は同年10月12日の開催からの発売となる。2016年現在はすべてのオートレース場を購入できる。船橋オートレース場は 本場開催が廃止されるまで、オッツパークロート及びオッツパークオートレースで販売していた。下記のインターネット専業銀行は即日利用が可能。銀行は即日利用ができず、さらに三井住友銀行を除けば利用可能になるまで時間がかかる。ありがとうございます。